はい、こんにちは。今日は習慣化のお話をしていきます。やる気スイッチを作れというテーマでお話をしていきます。まあ、皆さんいろいろ日々過ごしながら、勉強しなきゃ、運動しなきゃ、仕事しなきゃ、ダイエットしなきゃで、いろんなしなきゃで周りはできてると思うんですよ。で、それに皆さんもがんじがらめになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、その中で分かっちゃいるけど始められない、分かっちゃいるけど続けられないっていうジレンマを抱えてると思います。で、その理由っていうのは、皆さんの中でそれをやるべき理由っていうことと、それからやり方っていうのを知らない、つまり怖い、なぜやるのっていうことと、 What、 何やるのっていうことが分かってないし知らないからなんですよ。つまりゴールとプロセス、なんでそこに行くんだろう、そこへの行き方はどうなんだろうっていうことを言語化して自分の目に見える形で、用意できていないからっていうことが大きな原因になるんですね。だから本来であれば紙に書き出したり、あるいは人に丁寧に説明できるくらいに言語化しましょうっていうことをお伝えしていきたいんですが、今回は習慣化に持っていく話になりますので、もう今回は、その話は覗いていきます。だからゴールとかプロセスっていうのが定まってなかったとしても、あなたが日々思いつく、わ、これやらなきゃ、あれやらなきゃっていうのを実行させてくれるっていう方法を紹介していきます。ちなみにこれはどっかから引っ張ってきたっていうものじゃなくて、最近自分がやっていて、思いついてやってみて、あ、これ使える方法だなって思ったので紹介していく、そんな流れになります。題してやる気スイッチということで、もっとシンプルな言葉で言うとトリガーっていうものですね。トリガーって銃の、あの引き金のことなんですけど、あれ引き金を引いたら銃がボーンっていくじゃないですか。そのボーンっていうのがあなたの行動だと思って、その引き金をどうやって引くかっていうことなんですよ。引き金の引き方っていうのはいろいろあるんですけれども、これはとあることをきっかけに、あなたのしなきゃっていうものを後押ししてくれるものっていうわけなんですね。で、僕の例を今回お話をしますんで、ハマる方はぜひ使っていただけたらなと思いますし、自分はそのトリガーじゃないなって思ったら、自分にとってのしなきゃのトリガーになるのは一体何なのかっていうことをぜひ検討してみていただきたいと思います。で、僕の場合は10月ですね、筋トレ全然身が入らなかったんですよ。普段家でもちょこ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 やってたんですが、ジムに行く日以外はもう全然身が入らなくて、もう朝起きても夜寝る前もサボりまくってたんですよね。で、ジムに行ってもいつもだったらやるようなメニューっていうのの半分とかもう3分の2くらいしかできなかったっていう時期があったんですよ。で、最近は年内で12月いっぱいでジムを解約する予定なんですね。で、その焦りで家でも習慣的にトレーニングをしなきゃというふうに思い始めてきたんですよ。まあ、ジムに行かないようになって、でも家でずっとトレーニングしようというふうに思ってるんですけど、はい、ところが朝辛いし、で仕事から帰ってきても一日仕事やってるから疲れてるわけなんですよ。で、 YouTube 撮ったりとかもしてるし、その編集やったりとかいろいろやってることもあって、で時間も遅くなるから筋トレやるのがしんどいなと、正直。ところが夜な夜な11月に入ってから、いそいそお風呂前に筋トレをぐわーやってるんですよ。で、それはなぜっていうと、やる気スイッチを押してるからなんですよ。で、その正体はっていうことなんですけど、僕にとってのトリガー、やる気スイッチは、自重トレーニングをしている YouTube の動画を2分から3分のものを引っ張り出してきて見るということなんですね。で、その動画のメニューを別にやるわけじゃないんですよ。自分で用意してるメニューがあるんで、それをやるわけなんですけれども、まあ、ムキムキの人がですよ、僕なんかよりもはるかにムキムキで腹筋バッキバキの人が息をはぁはぁ切らしながらやってる動画を見たら、いや、ブヨブヨの自分がなんかサボるのってありえないなって思って、よし、じゃあやってやろうと思って、腕立てやって、腹筋やって、スクワットやって、で5分とか10分とかのトレーニングっていうのをやって、そこからお風呂に入っているわけなんですよね。で、っていう風に息を切らしながらシャワー浴びたり、お風呂に湯船使って、はっはっで、時々嫁さんと一緒にお風呂入ると、嫁さんがいつもっていう目で見てくるっていう、それはいいとしてですね、っていう感じなんですよ。だから皆さんにとってのしなきゃって思うようなこととか、やらなきゃって思うことってたくさんあると思うんですよね。それを後押ししてくれるスイッチっていうのをぜひ探してみましょうと。で、例えば筋トレなんだったら、すでにやっている人たちの動画っていうのがたくさんありますから、それを見てやる気を入れるっていうのもありだと思います。ただ勉強しなきゃとか仕事しなきゃっていうのを、それをやってる動画を見たところで、うわ辛そうって逆に思っちゃうんで、意外とそれは効かないですから、
だから勉強だったら、なんて言うでしょうね、その授業風景のところの動画を見てみたりとか、仕事とかだったら、やる気スイッチを入れるために、まずは環境だけ整えてみるとか、つまりパワーポイントを立ち上げてみるとか、会社のホームページ立ち上げるとかっていう風に、何かのすぐに始められるきっかけを、要はすぐに引き金を引けるような状態っていうのを作っておきましょうというような感じになります。はい、筋トレなんかはね、特にメニューできてるんですよ。やれてる人がいるんですよ。やれてる人がああやって動画を上げてるんですね。ってことは、同じことやろうと思ってる人間がやれてるんだから、自分にやってやれないことはないっていうことを、ぜひですね、念頭に置いて、そういったやる気スイッチっていうのを押していただけると非常にいいんではないかなというふうに思います。で、ただ、やっちゃいけないのが、あくまで後押しするものなので、引っ張るものを用意しちゃいけないんですよ。何かっていうと、ご褒美です。ご褒美は、やらなくても、その気になっちゃえば、甘いお菓子を食べたりとか、お酒とかに手伸ばせちゃうじゃないですか。もう今日はいっかって、もう先に前借り前借りって言って、甘いもの、ケーキ食べてしまったりとか、ビールカシュって開けて飲んじゃったりとかっていうのは、絶対やっちゃうんで、これはもう抜きです。ご褒美はやらないでください。じゃなくて、スタート地点から、行ってこいって言ってポンと背中を押してくれる、それは一体何なのかっていうやる気スイッチをぜひ探してみてください。で、皆さんにとってのやる気スイッチはこんなのがあります、あんなのがありますっていうのがあれば、ぜひコメント欄にですね書いていただいたら、あ、他の人はこんな風にやる気スイッチ入れてるんだっていうのが、他の動画見てくださる方にとっての、参考になりますので、ぜひそんな風に皆さんでシェアをしていただけたらという風に思います。僕だったら筋トレをするときに、自重トレーニングの動画を 2,3 分見るっていうのがやる気スイッチになっています。そんな感じで、ぜひですね、皆さん自身にとってのやる気スイッチを探してみて、で、しなきゃっていうのをぜひぜひクリアしていってください。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。